卵がね上手にね割れたとこから始まったー。何でしたっけこれ聞いたことあるような。してる。知ってるなんだよ。ミツ三つ柱はい。ウラストラン。なんだ。どんなにすごいシェフだって。ドンドンドン。卵がね上手にね割れたとこから始まったー。なんだこれ。はい正解は一人でできるもんの。ああ。 オープニングテーマでしたなるほどクッキングこれ教えてーマイちゃん見てた一人でできるうん大好きだったうん面白いよねでマイちゃんのどどのマイちゃんだかわかんない何代かいるのよマイちゃんあれあそうあの女の子ねうんうんどれか確か自殺してんだよねあそう重いな病気で亡くなったよね あ、それだ、うん、自殺じゃないよ、ごめん。俺が一番好きだった子は病気でなくなたあ、そうあ、すんごい俺、間違った覚え方して最悪じゃん。<laughs> 自殺じゃないよ病気じゃ全然違うわ。うん、ものすごい前向きに活動してたけど。前向きに活動、うわ、悲しいわ、それ。<laughs> 冒頭から。うん。切ないわ。切ないよ、結構ね。というわけで、まい、うんえー、ちゃんは一人でできるもんと言いながらも、クッキングに助けてもらっていたので、私も。 こうして、ベダー卿に手助けをしてもらってる千代子川ですありがとうありがとうまがやろえ今週は85校ですねはいえー、お相手は私えー、えー、茨城パタ,タン鈴木とすでにやめたインダの村ですこれは大丈夫だったのか今のよくないよね何が今のもう勢いで何も言ってないから <laughs> <laughs> やっぱりそこはピースした方がいいかそうだね気分悪くする人もあれはダメダメもう一回やり直すやっぱピースしたということでもう一回やり直そうはいえ私がですねはい茨城納豆生みの親サタンの好と地球外すねガじでインベーターのまですどうもあ海みの親の方だったわけですそうですそうですよお世話になってますえんどうも毎日おかめおかめの方ですかあありがとうございますおかめ納豆ってあるじゃないはいありますよ俺おかめ納豆じゃないんだよね おかむ納豆俺 <laughs> ええもうやめようやめようかこれ以上進まないから <laughs> じゃあ今週の中国からよは納豆ネバネバ特集 <laughs> 納豆ネバネバ特集やっぱなぜ何故茨城県では考えたことある、はいうん、茨城の名産品納豆ってさ言われてるまま生まれた時からもうかれこれ37年ほど生きてきたわけよ <laughs> 茨城県でね名産と言われてもっと立ってるからねそうだよなんで茨城県が納豆名産なのか考えたことあるそれについて考えてみようよなかったわないでしょそもそも本当に名産なのかっていう疑惑もあるよねそう聞かされてるだけでさそうだねスーパーに行けばよく食うけど買って食うけども確かにしょっちゅう食ってはいるけど実際のところ本当に名産なのかどうかなんか誰も知るようしない確認してないでしょ確認してない聞いたことないよね じゃあそれについてなんで名産と呼ばれているのかまず第ななんでだろう一人、茨城で初めて作ったああそれはないと思うなあんなもん中国だよどうせ違うでしょ発祥は中国よあれ日本じゃないのあんな腐ったもん食うの中国しかいない分かんないなあこれやっぱ今の今よくないよね俺言今の厚言はねあれは中国だよえ中国でも大体のもの食べ物はさ中国から来て るよねデーズもデーズもデーズあまあ嘘じゃんまあ、やっぱ中国だよ中国っていうか茨城発祥は嘘大陸から来てるよね茨城発祥は嘘何が納豆納豆ボルトボルト納豆の仕組みでワンワンというわけで茨城発祥は本当なんですよだからあれじゃないのやっぱ水戸黄門が食べたからじゃない 水戸黄門ってね結構いろんなもの食べてるんだよ初めて食べてないラーメン日本で初めて食べた人あそうなのうんそれはねほんと水戸黄門が水戸黄門マジでまあ初めてじゃないだろうけど作ってる人は食べてるだけどなるほどねまあそういうあとはあとはなんだろうなあとはね梅干し水戸黄門そうですほんとに梅干しもっとも以前からありそうじゃんでもねラーメンはそうなのよへえその時代のラーメンがあるんだね まあ…え、見とこうもって元禄とかその辺の人だよね。元禄江戸時代、えー、江戸時代でしょだって。ラーメンがあるんだ。徳川家だもん。うどんじゃなくて。えうどんじゃなくて。<laughs> いや、うどんもあったろうけど。うどんはもっと前からあるよ、ね。うどんはもうドメジャーです。今納豆の話してたんだよ <laughs> <laughs> ごめんね、ごめんねー。<laughs> という。はい何、何 なぜ納豆が俺が、発祥が中国かどうかって言ってたじゃない、はいそれには理由があって、あの、僕の好きな漫画で、はい中華一番って漫画なあるんだよああてるありますね、竜麻央新、読んだことないけど、主人公、竜魔王新っていう、はいあるね、まあ試合をするんだ、だいたい、料理対決、そうなんだ料理対決して、はいなんか適当豆腐対決だみたいな。 豆腐対決をするるがあるのよ、はいうん、でその豆腐から作ってくれとあ<ー>試合条件はもう豆腐から作ってその豆腐で料理をしろとああ一からで時間かかるじゃん豆腐作るのって、うん、多分大豆を煮るかなんかしてさう、ねうん、やるじゃん、うん、その時にマ馬シンの豆腐を、はい、あの敵が邪魔をして、はい、その豆腐の 中にをそれで納豆になっちゃうっていう豆腐にならずにはい大豆がねはいっていうのを見たから見たからそれだけで結局その竜魔王神はい納豆になっちゃってネバーっとしてるわけでもうこれじゃダメだっつってまた違う豆腐を作り出したんだけどその納豆のネバーっとしてるところからアイデアを得てはい 次の豆腐を作るって結局勝つっていうああ<ー>そうネバーっとしてこいってなんかね格子状に納豆の木枠をあ違う豆腐の木枠をパッと取った瞬間にもうと豆腐が出来上がってるもう <laughs>、まあ、けあかんねえよ <laughs> 説明できねえよこんなもん <laughs> でも納豆なんだねで最終的には結局、うん、麻婆豆腐を作って勝つっていう話なんだったんだなるほどね っていうそんな俺の好きな竜魔王神の話はどうでもよくてはいえーお正月特集 <laughs> どん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 もうこれはお正月はめでたいものだからねはいいつまでやってもバチは当たらんよねおやりましょうということで先週お正月特集本格的にやる予定だったんだけどだけどだけどもだけど <laughs> 何ですか、えー、本格的にやる予定だったんだけど <Yes. S 1> クレれに見たスラムダンクの話は大体終わってしまって <laughs> 映画の話で終わってしまったぜということで正月特集はいどっか行ったかい僕はね「創水聞いてくれるかい俺の正月休みの話を聞いてくれるかい聞かせてくれくれあの総帥のお誕生日お祝いを盛大にやったじゃない生誕祭生誕祭をはいでその後ね まあお仕事お休みの時に私は部屋を片付けた、はいはい、お片付け <laughs> で私はレコードと CD を大量に持っていましてそれがね邪魔になったから処分しようと思って少し。 レコードと CD 合わせて約100枚これをねディスクユニオンに持っていきました千葉県柏市のディスクその心は部屋を片付けたいからわお柏にディスクユニオンあるよねはいありましてそこにこじんまりとした俺も何回か CD しょっちゅう売りに行ってた昔はそこに 初めてかな、売りに行ったのは。もう買いに行くのは良かったけど、初めて行ったわけですよ。はいはいはい、ロロロロ。100何枚ね、えちら、ほっちら持って、えっちら、ほっちら、もう100、レコード60枚、CD40 枚。なかなかの重量だね。はい、箱2つです。小さい箱と大きい箱1つずつ。それ、なかなかの重量じゃないのはい。何箱ぐらい使うんですだから、大きい箱1つと小さい箱1つ。ああ、2箱だ。 2箱ですなわち2箱だ2箱をちっちゃい箱は両方で手で持てないからちっちゃい箱はバッグに入れて肩からかけて大きい箱は手で抱えて持っていきました、うん、でもそれ2箱もあるんじゃ2つ持てんのそれいやだから1つは持って小さい方の箱はリュックに入れて詰、うん、まるえちょっと待って整理させてくれよ1つは2箱あんだよね重い、うん、箱が。 あそうですレコード60枚入ってる大きい箱が1つ。で CD が40枚入ってる小さい箱。2> が2箱をでも CD とレコード2つ合わせて100枚もあるんじゃ重くて持てないんじゃないの、うん、そう、うん、そうでしょそうです、うん、だから小さい方をリュック、うんうん、カバンにカバン、まあ、リュックっていうかまあ肩掛けカバン ナップサックナップサック…まあまあナップサックにしようナップサックに入れてで、肩にかけてで、大きい方は両手で抱えてお豆腐に醤油をかけてネギもかけてネギはかけるじゃん、乗せてネギを添えて添えてそれであ、なんだっけ何の話もう理解したからあ、で、持ってたわけで、そしたらさ全員さ男の人女の人あ、えっとね ちょっとおしゃれないかにも音楽好きですってい感じのいるだろういるだろういるらい何歳ろらい歳だらいああいや30代あ30代のねそのまだ酔ってる感じや30代の酔ってる音楽好きででその人がやっぱジャズ聴いてないと音楽語れないいやいやジャズそんな感じじゃないそんな感じじゃないお前ブルース聴くいやそういう感じではなかったけどであっ その隣にいた男がそんな感じだった店員さんそれ店員さんお前ジャズ好きなんがそいつがあのねその女の人をサポートしてたあ女ってどっちが女俺が最初にカウンターに持ってった時にそれが女性対応してくれたのがその30代の女性女性あそれはちょっと話が変わってくるわえ何もうちょっとあれじゃんちょっとじゃあホワイトベリーみたいな感じホワイトベリーなんだろうな誰っつったらいいかわかんねえな木村カエラみたいな ちょっと下北沢で前髪パッツンにしちゃいました。みたいな木村カエラをもうちょっとおとなしくさせたか。さっきから店員店員って言ってけど店員だからね。店員じゃなくて店員ンんて言ってんの俺店員店員だ。俺ね。うん？店員店員店員だ。なテイン。テイン。いイ店員店員。店イン。テイン。だよお店の。そテイン。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  <え>一体その100万円を売ったんだけども全部が全部売れるとは限らない <laughs> めっくりくりして <laughs> 何やってんだよさあまず問題が2つあります <laughs> <らっ S 2> 1つは何枚売れることができたでしょうかああそれはそれだよねあのディスキューンとかってあまりにもクソなやつだとさ、はい、まとめて1円とかあ,あるよね、うん あなるほどねそ,その中で何枚金になったかとそ<う>単品で金がついたかと、はい、100枚あるうちのねはいいやでもベーダーもそんなにクソ CD ばっかり持ってると俺思わんから <laughs> だんだかんハんダで60枚ぐらいは金になったんじゃないのおお<ー>60枚1枚100円で買ったとしても6000にはなるよねはいじゃあ回答としては60枚、うん、60枚が金になって合計金額がはい俺の想像でいうとえー 1万3千円おお金額はね正解は1万1000円ぐらいおおで枚数がなんと45枚かな45枚ぐらいそこそこいい感じの回答してんじゃん俺そういいとこ言ってるねじゃああと55枚がまとめていくらだと1円かまあ、値段つかずマジではい それんに米は納得にいくクソな内容だったですあ、もうだから全然聞かないくて「ブックオフの250円コーナー」みたいな <laughs> そうそうそそんな CD ばかりとか高い値段で買ったけど聞いてなくてとかなるほどねそういうもうだから持ってても0円価値が俺にとっては0円だからそれがさ1万円になったらさまあそうだよね <うん S 2> でもメルカリに出したらもっといってくる手間はかかるよねあまあそれはあるかもしれないけど まあ、ゴミを捨てるつもりで、持ってったからああああ、でも、ゴミを捨てるつもりで一万円になったんだ。そうなんだぜ、そうせい。俺はそんな正月を、送ってたい。<laughs> <laughs> パパー。外で寝るの、寒いよ。よーし、家、買っちゃおダ。ダンプチュダンプチュいい家作れる。 ダンプ住宅今なら鉄骨増量中ダンプ住宅さうすっごいまっすぐな瞳でめくりくりさせながらそんなことやられるといや私も語るわけにはいかんもんだからね <laughs> 聞かせて聞かせて私の正月語るもんにはいか聞からね <laughs> 語るもんにはいかんからね、はい、どんなお正月をおお、俺の正月は三十一日から 実家に行ったと。はい。三十一日から三日か四日ぐらい、三日ぐらいか。<laughs> はい。まず実家を起点として過ごしていて。なるほど。三十一日はですね、あのー、あるものをね、DIY っていうの？今ルギの,時の流行りの言葉で言うと。はい。DIY。DIY。出る。行く。<laughs> ワイシャツ。<laughs> もう全然のなんでもないよこれ <laughs> た。ただ言ってるだけ。ただ言ってるだけ本当に。 そういうの多いな今日は <laughs> ダメだなーえ DIY はいあの新サタンモービルの屋根に荷物を載せれたらどんなにいいだろうと<お>サタンモービルの屋根にも荷物を載せれたらどんなに素晴らしいことでしょう <laughs> って思いついた私はね <laughs> はいだから荷物をサタンモービルの屋根に外よい外の屋根に荷物を積むためのカゴを作ったんだよ<笑><笑>ええー、うん すごいね実家で。何故実家でやったかというと、まず場所がある。道具がある。あと人員がいる。お手伝いさんがいるから。父上が父が。父も、そう、父な。そういうの好きだから、父な。そうなんだ。だから一緒に手伝わせてやったら。おじ暇そうだったからな。っていうね。えぇ。カゴを作ったの。Twitter とかで見た人は見たの。 雪が乗ってんの見ました見た、はい、そうなかなかねあのいいもんですねやっぱりすごいよ、ね、まだ一回も作ってない使ってないけど <laughs> いや,いやでもなかなか外に詰めるっていうのはやっぱり車中泊男の <laughs> 俺にとってはあれを手作りする人聞いたことないよ、ね、そうでしょなかなか作んないでしょ<笑><笑>いないんじゃないあ、まあ、う買うとねいるだろうけどなあれ買うと3万からは当たり前なの、ね、<laughs> ああ あのみんな想像してあの車の屋根の上にさ乗っかってるじゃないありますねカゴみたいのはいあれをまあ結局素材一緒なのよ買うやつも作るやつも結局パイプなのよはい鉄パイプううううんんんんそれが加工されて溶接されてるかジョイちょで止まってるかだけの話をなるほどだからそれをだから買うと3万ぐらいするからちょっともったいねえなと思って私は自分で作ったとなるほど d i うのす 自分の好きなサイズに作れちゃうのはすごい。自分で作ると自分の好きなサイズが横幅までびっしりいけるわけいけるね。売ってるやつだとさ、その車の専用設計じゃないわけじゃない。横幅、縦幅がさ、ぴったり来ない。あんまりでかいのも嫌なのよ、俺。なんか屋根全面覆い尽くしちゃうようなのはちょっとキモい。ちょっと後ろだけちょこんみたいなそういうのが理想だったんだけども、市販ではなかなかなくてね。なるほど。うん。 大きすぎずだから自分でパイプ買って作れば安いしはいま強度はちょっと心配だったのとまた錆だよねいや錆は錆ちゃう錆に対しては最大限のね努力はしたからねあそうなんですかあのまずステンレスビスでお全部ぶったしおネジは全部ステンレスおいいですねあとコーキングもしたしあそれ強いねあと水が入った時のために下に一応穴開けと一応水抜き穴も水抜き穴も一応開けたし。 じゃあ中で腐るってことは車がグラグラするたびに抜けてくれるしねあとはなんだなりづらくなってますねあと鉄のしまいたみたいなのを貼ったんだけどはいそれもアルミだし錆びないねだから元のパイプがさイレクターパイプっていう黒いパイプわかるでしょわかりますあれ中鉄じゃないそうですねだからその中の鉄の部分がどれほどの強度なのか今後ご期待ってとこだよねまあどうしてもねいくらあとはそれも カゴと車本体にもつけけたわけよ、はい、車本体にとそのカゴをつなげるためのパーツが必要なのよ。それはさすがに市販品買ったよ。専用設計のねそ、うん。そこはさすがにだってカゴ飛んでっちゃったらやばい。危ないから。そこはね。だから市販品のちゃんとしたやつとそのカゴをつなげてるわけ。はい、だからそれとこれをつなぐ金具 <laughs>、はい、それもちょっと錆びそうなんで。<laughs> 一応塗装はしたんだけど <laughs> でもメンンテナンスを そうだね,ねあとはだからネジがちゃんと緩んで飛んでいかないようにしないとあー確かに、ね、結構車の振動って思ってる以上にすごいんでそうだよねはい気をつけてくださいやっぱ細かい振動が大きな地震になったりするもんね、うん、部品外れちゃいますかでそのカゴをつけてはいそれが1月1日までかかったのよ2日かかったある <laughs> かけたね <laughs> でもかかるよなそういや初日ねはいあのー、31日か、はい、作り始まって 寸法間違って1本切っちゃったの <laughs> ギリギリの本数しか持ってなくてえー、ちなみにそのパイプを買ったのは今俺が住んでる家から近くの、はい、住んでる家の近くのホームセンターで買ったわけ、はい、で実家はそこから3 4 0分離れてるのよ、はいうん、だからわざわざ買いに戻ったのよ <laughs> <laughs> 近くに売ってなかったそう近くにないから俺の田舎にはあ<ー>な,ないんだそんなものはだから3四4 0分かけて戻ってそれでなんだかんだ2時間ぐらい消費しちゃうよねなるほど、うん、じゃあパイプ切って終わっちゃったようなもんなんですねそうパイプいやパイプ切って、うん、枠はできたのね <laughs> 本,本体の枠付けを終わって結構進んだのよその 装飾品というか <laughs> しまいたしまいたたぶった切ったりサンダーでぶった切ってあーサンダーで切ったんだそうそうサンダーでぶった切ってバリ取りしてみたいな <laughs> で全部それをドリルビスで貼り付けしてみたいなのでもう2日目終わっちゃったね <laughs> なるほどね、うん、っていう2日間でしたお疲れさでしたでその2日目の夜からはいちょっと群馬県へ群馬群馬に、えー、そのそれがあれか1月いつだ 一日の夜だね。の夜。夜群馬前橋へ。<laughs> はい。あのー、親父と。はい。ファミリーで。はい。ブラザーがいるんだよね。前橋に。うん。はい。前橋にブラザーがいるから。ブラザーが、うん。ブラザーフット。<laughs> ブラザーフットじゃん。そのブラザーに久々に会って。<laughs> はい。ブラザーと酒を飲んでみたいな。ええー、家族。 何を歌ったんですかブラザー新国会ーはい新年会って。なるほどね。おやはいつきひろし、ラザー歌って。おやきひしの3歌って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 歌っうんラル歌アンシェて歌っ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 て歌いつも歌うんだって歌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 ってて歌て。 お箱なんだ「帰り見てあうることない憧れを」みたいなそれしょっちゅう聴いてるのあとは A ちゃんああ A ちゃんね A ちゃん歌ったのうん、まあそんなこんなではいなぜなぜ前橋に行ったかっていうとその翌日湯沢温泉に行く予定があったおお<ー>家族でなるほどねそうそうで,、ね、で、だからその途中だから前橋にブラザーがいるからはいちょっとよかったらみたいなうん、うん素敵なうんっていう1月1日 ことですアパホテルに泊まってな前橋のなはいで次の日チェックアウトしてそこから湯沢温泉向かうんだけどうんうんうんまあ前橋まで行ってれば湯沢温泉までなんかもう高速なら2時間かかんない全然全然もう1時間半ぐらい1時間半ぐらいもう全然全然って2時間かかんないぐらい1時間半ぐらいってもうすっげえまとえてたなだってすごかったでしょ雪いやすごいよびっくりしたやっぱ新潟はね俺あの しょっちゅう北の方がよく行ってたのよ、はい、新潟市からの、の磐越道の方ね、はい、あの福島からの、はい、そっちの方の新潟のイメージが強かったから、はい、で今年の南の新潟か、長岡とか、はい、湯沢とかさ、はい、いや、すごい、全然違うね、<laughs> 全然違う。 前橋は雪はそうでもなかった前橋はゼロだよ。あ、ゼロゼロ。じゃあ山越えた途端に。関越トンネルってあるじゃん。はい。関越トンネルすごい長いトンネル。あれ越えた途端にってやつ、ほんとに。えー。びっくりするぐらい違うね。びっくりしただろうね。びっくり。わーまず関越トンネルに入る前にさ、はい。あの俺初めて見たんだけど、うんあの高速道路乗ってて、はい。もう強制的にパーキングに入れられる道があって。で、でそこ 道路公ーの人たちが1台ずつタイヤを見てんのタイヤを見てもうそこでスタッドレス履いてない車はそこから先行かせないみたいなあ検問みたいなそう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 タイヤ検問初めて見たあるんだねうんだから去年の暮れかあの…長岡とかその辺でさはいだから多往生であったじゃんねはい。ああったよねありましたねでもそれの影響でさあそういうふうにするようにしてんだそ真冬はしてんじゃない で、サタモービルはもうスタッドレスだから。おお。もう用意万全。ノープロブレムで。ノープロブレムで。プレムで。ノープロブレムで。で、トンネルに突入したとトンネル突入したねで、関越トンネル出たらもうビックリンコ。ビックリンコ。もう雪国よ。でもさすがに道路は除雪されてたんでしょまあ除雪されてたし、関越トンネル出てからも、一回ね、強制的にまたパーキング入れらされるの。また出てすぐ。そこはもうタイヤチェックじゃないんだよね。何なんですか 多分、減速させるためなんだよ、ね、あ<ー>そうそう関越トンネル出てそのままの勢いで突っ込んでったら多分大雪だからいきなりあ<ー>そこで死者多数よあ確かずっと坂道でしたよねトンネルからねそ,うそ,うそこで死者多数だから関越トンネル出てすぐパーキングみたいなのがあってそこに一回入れ,入れさせて、うん、減速させてから雪になれろよみたいなあ <laughs> なるほどいや雪国すげえよ 一回ワンクッションをそこででワンクッション置いたらちょうど除雪車出てきちゃっ出てきたうんそれの後ろをくっついてみたいなゆっくりゆっくりああでも安全でなかなかできない体験だったというかああじゃあ除雪するぐらいだから結構積もってたんだねいやすごい降ってたよへえマジでマジでで湯沢温泉行くとううんいやも湯沢温泉の湯沢駅はい湯沢温泉駅はいすごい雪国だった雪国だっためちゃくちゃ雪国だった おまあ俺たちは、はい、あの温泉を目的に行ってるからねはいだけどその夜でく出だして居酒屋とか行ってさはいビックリンコおじいさんおばさんなんか1人もいないんだよね <laughs> ユーザーという町には <laughs> うそうんあのー、観光のおじいちゃんおばあちゃんいないよくいる正月にいるおばさんとか子供連れとか、はい、子供連れはまあいるかな温泉使ってる おじいいいちゃんおばな全然土産にもお土産にも全然いないのみんな若いんだよなんでだろうと思ったらもうねスキー・スノーボーでやる人以外来ないんだよあユーザーという街にはそうだうんそうだねメッカだもんいやマジみんな若者なのよびっくりんコよへうちの親父が一番自信だったんじゃんスキー・スノーボー以外の目的でユーザーなんていかないよまあでも温泉まあ確かにねそっかへえそれ意外ですね なんか、よく考えたら温泉はあるけど、その湯沢行かなくても温泉ってあるじゃないまあ、湯沢その草津だったりも割と近いわけじゃないそす手前にあるもんね。そそそううう実際、湯沢には温泉以外の楽しみっていうのは正直ないかったね。ああ雪牛にまいぐらいか。雪牛に舞いも別に新潟県ならさ、そーか、ーキーわってたもスキー場いっぱいあるもんな、そうそうそう。だから本当にスキー客しかいなくて、へえ。若いのよね。そか で、そうだよね、泊まった宿に傘置いといたら勝手に使われるさ <laughs> やっぱ若いから客層が勝手に使われちゃうのよ <laughs> 何その <laughs> 正月から正月から勝手に俺たちが出かけようと思ったらうん、うん、居酒屋行くために出かけようと思ったら傘なくなってっから <laughs> それホテルかなんかで借りた傘いや違う自分の車から持ってった傘で <laughs> <何>ちゃんと着いて宿に傘どこに置けばいいでしょうかって確認してそこ置いといてくださいって言われたから、うん、置いといたら出かける時もないのよ <laughs> <laughs> で頭来てや宿の人に今日傘ないんですけどこれどうするんですかいはい、えー、ど,うかどうかお客さん間違って持っていってったのかな,なんか代わりの傘ないんですかうんありますって言って代わりの傘貸してもらって、うん、まあよかったねで酒飲んで帰ってきたら俺たちの傘があったから <laughs> あったのもう部屋に持ってったよね戻ってきたんだ戻ってきてた <laughs> <laughs> 我々の傘を使った若者たちはもう戻ってきた戻ってきたんだ 安だったから客層もやっぱり若者よ。まあそうだよね。で翌日朝食付きよ。おいいじゃないですか。朝食付き。ええうん贅沢な。で朝食会場にいたのはほんとカップルしかいなかった。マジで。ヤングな。ヤングなカップル二組とあと三三の男女グループみたいな。もうじじいがマジ買い物なんで。 そそうう、いわゆる一つの妖よウキウキスノーボーディングよそこに一人そこにポツンとファミリーズレよファミリーズレっうんジジーと中年男性とみたいなまあでもそんなの全然気にしないでも素晴らしい温泉飯もうまかったし一番何がうまかったと思う いややっぱそれはうんライスよ、うん、プププププ,プ正解は舞茸の天ぷらでした <laughs> やっぱ雪切り舞まマジでうまい、ねうん、だから言ってた本場で食う雪切り舞茸食っ,ったことあるああそうやれればないかな <laughs> マジでうまいよそのあと、はい、翌日か湯沢、うん、から柏崎っていう海沿い日本海の方に行って新潟県はいそうそうそうあの魚食いてえなっていう話になって <laughs> 海鮮丼食いに行こうぜっつって柏崎まで行くわけよはい で、その関越道を走ってる途中に雪国舞いたけ工場があるのよ。えぇ、ー、柏崎と湯沢の間にね。えぇ、ー。だからまじいいもんのよ、<laughs> 雪国舞いたけだったんだなってうこと。<laughs> 本場の。本場の。マジでうまかった、<laughs> 雪国舞いたけの天ぷら。<laughs> あ、そう、いいな、ね。ベーダー教にもわしくあげたいわ。<laughs> うらやましいわ。マジ、新潟のよう行ったら雪国舞いたけの天ぷらは絶対食ったのがいいわ。あ俺、そういう意識なかったから。マジでうめえよ。じゃ 毎年夏行ってるから。食べる。夏じゃうまずいよ。なんでやっぱぱ寒い冬に寒いって言いながらするのは。閉まってる。閉まってる。毎月じゃない。毎月も全然違うよ。というわけで、オズの予約がもうそろそろね。リミットなんで、雪切りの毎月話してる場所やバカ野郎ジンは国家なりでは騒がしいメールを募集しています。 ヘルダンプへのご意見ご感想ワンマンダンプの感想など何でも OK ですでメールを読まれた方にはシールを差し上げます陳は国家りではメールを募集していますヘルダンプへのご意見ご感想などワンマンダンプの感想など 愛してるー何でも OK です。メールを読まれた方にはシールを差し上げます。それでは皆さん、メールお待ちしてまーすい待ってま うん、我々の正月はまだ終わらねえぞということで、来週も正月特集です。<laughs> 正月<っ>もうメールでね、皆さんの正月を教えてくれたら嬉しいよね。そうだから教えてくれるまでね、ずっと我々の正月を語るっていうね。もう雪切り舞茸があと何週間後にもう一回出てくるんだろうな。<laughs> 実食したいわ、それだったら。いや、マジでうまいわ、雪切り舞茸、本当に。<laughs> あの、関東に売ってる雪切り舞茸と多分違うね。<laughs> いや、それ言い出しちゃうとさ。新潟雪切り舞茸は絶対違う。だから新鮮なんでしょ、やっぱね。うん、うん。もうフィーバーって、一言で言うとフィーバー。 フフィィーババはいというわけで佐藤総帥バンザイバンザイバンバンザイ